僕の名前はサイキクスオ、超能力者だ。やれやれ、テレビシリーズが終わりようやく休めると思ったら再始動だと。しかも今度はネットフリックスで全世界に配信。まさか僕はピンクのワゴンにでも乗せられるのか。透視能力で人が筋肉の筋に見える僕としては死んでもごめんだ。これまで本当にいろいろなことがあった。体育祭で外れる僕の制御装置、超能力の制御が全くできなくなって、あれは大変だった。文化祭での石化能力による石化騒動、粘土が石像として飾られたな。タイムリープで過去と未来を行き来したり、まさか自分の両親の出会いを見ることになるとは。世紀の兄弟喧嘩もマッドサイエンティストの兄を持つとこんなに苦労するとは。やれやれ、騒がしすぎる。僕は平穏に毎日を送りたいだけなのに、その願いは誰も聞いてはくれない。今回も超絶バカ、中二病、美少女、熱血野郎、元不良、恋する乙女、食いしん坊、ギャル、変態バカ、早口、金持ち、個性的でめんどくさすぎる奴らが僕の日常に災難を巻き起こすことになるらしい。そしてなんとまた新キャラが登場する。しかも2人、新任教師井口匠、僕たちの新たな担任で真面目な性格らしい。先生な、時間あったから夢原の住所まで暗記しちゃったよ。やばいやつじゃないか。続いて新たな転校生、何人転校してくるんだ、多すぎるだろ。どうしたのその怪我。霊柩車に轢かれました。こっちもやばいやつじゃないか。これは骨が折れそうだ。他には完結編のその後を描いた僕の超能力が再始動する話も配信予定となっているらしい。アニメ「サイキクスオの災難再始動編」は12月ネットフリックスにて全6話を全世界一斉独占配信予定。ぜひ見てほしい。